カレフ級潜水艦は、エストニア海軍の機雷布設潜水艦で2隻が建造された。カレフとレンビット。本級は、エストニア海軍が、自国の沿岸防御のために、イギリスのビッカース・アームストロング社、バロイン・ファーネス造船所に発注、建造した潜水艦のクラスである。竣工後は、ネームシップのカレフが、ジョージ6世大艦記念艦艦式に参列した。 第二次世界大戦時にソ連の侵攻を受けて軍港ごと露飾され、以後はソ連海軍のバルチック艦隊に所属した。カレフは第二次世界大戦中にバルト海で行方不明となったが、二番艦のレンビットは大戦を生き残り、1979年に除籍されてエストニア艦隊記念博物館に展示されて、現在も現存している。 ビッカースワームストロングシャバローゾー戦所にて1935年5月に寄港、気候、1936年7月7日に、浸水、1937年3月に収益した。1940年8月31日ソ連軍に、露隔され同年に、バルチック艦隊に、所属、1941年に喪失した。 ビッカースワームストロングシャバローゾー戦所にて1935年5月に寄港、1936年7月7日に浸水し1937年4月に収益した。1940年8月31日ソ連軍に露隔され同年にバルチック艦隊に所属。1946年に艦名を U-1 と改名した後、 1949年に、官名を S-85 と解明。1956年に官名を STZH-24 と解明後、12月に、サイドアッツ -29 と解明した。1979年に除籍後、エストニア艦隊博物館にて展示される。1991年に、 エストニア海洋博物館に移送して展示1994年にエストニア海軍の名誉席として復帰し展示中である。ありがとうございます。